はい、それでは、今日はですね、今日のウェビナーは、大阪大学の藤田さんから、二項子イメージングで探る大脳皮質の機能構築という、タイトルで、ご講演いただきます。では、よろしくお願いいたします。こんにちは、藤田一郎です。皆さん聞こえてますか？今日は二項子イメージングで探る大脳皮質の機能構築というテーマでお話をしたいと思います。多原質環境は非常に広い分野の研究者の方々が集まっている領域ですので、非常に基本的で、原理的なところからお話をしたいと思います。まず、機能構築というのはそもそもどういうことなのか、どういう意味なのかということを定義して、そこから機能構築を知ることがどうして大事で、脳科学にとってどういう情報を与えるかということをお話しします。で、その次に、機能構築をどう技術的に解明していくかという、非常にこれ基本的なお話なんですけれども、過去の方法をサーベイして、それから二項子イメージングのお話をしたいと思います。で、3番目に、猿大脳皮質に二項子イメージングを適用した研究の例を、少しだけお話しするという、こういう順序でお話ししたいと思います。で、まず、機能構築を知ることがなぜ大事かということですが、機能構築、英語ではファンクショナルアーキテクチャという言葉ですけれども、この言葉は、デイビッド・ヒューベルとトーステン・ウィーゼルが、好んで使っていた言葉です。1960年代の論文から現れてきていまして、1977年のフェリエ・レクチャーの、講演録が論文になっているんですけれども、それがタイトルが「ファンクショナルアーキテクチャー」という言葉が入っています。で、この言葉の意味は、神経細胞が脳のある領域の中で、その性質や機能に従ってどんなふうに配置されているかという、その様子を言うんだという、そういう定義です。1960年代、70年代、まだ生理学やと解剖学の間の距離が非常にあってですね、神経科学として一つの分野として成熟していなかった時代に、その解剖学的構造の中にそれぞれの調べている細胞の性質がどのように埋め込まれているかということを調べるということを強調した論文なんです。で、例えばこれ、猫の視覚野の中で、細胞の受容野の位置がどのように、受容野の構造や位置がどのように変化していくかということを調べたデータなんですが、これを解析して、例えばある特定の方位に応答する細胞が、電極を脳に斜めに入れていったときに、どういうふうにその好む方位が変わっていくかという様子をプロットすると。そうすると非常にもう何ミリにもわたって、非常に規則的に反応する方位が、線分の傾きですね、方位が変わっていくということを見出した。で、こういうデータに基づいて、ヒューベルト・ウィーゼルが考えた一次視覚野の機能構築というのは、こういう右側の図のようなものになっていまして、左目に応答する含有性コラムと、右目に応答する含有性コラムが互い違いに並んでいて、それぞれの含有性コラムと呼ばれる構造の中には、異なった方位に応答する神経細胞が脳の表面から、底面に向かって並んでいるという、こういう構造を考えたわけです。で、なぜ機能構築を知りたいかということですけれども、一番大雑把に言って、そのパーツの並びというのはシステムの働きを反映することが多いということに基づいています。誰も行ったことのない建物のある部屋の中に入ってみたら、机がいろんな形に並んでいると。その机の並び方から、この部屋は講義をする部屋だな、この部屋はなんかミーティング会議を行っている部屋かもしれない、この部屋は立食パーティーをするような部屋かもしれない、この部屋は何に使われているかがわからないというような、機能についての想像をすることができるからです。で、そのような機能構築の研究の、非常に、なんていうんですかね、衝撃的な、私にとって一番印象に残っている研究っていうのは、メンフクロウという鳥の中脳の聴覚地図を調べた研究です。この鳥は、今まで調べられた動物の中で最も正確な、音源定位能力、どこから音が来ているかという、その方向を知る能力を持っています。
上下方向、横方向、ともに1度から2度ぐらいの誤差しかありません。で、この動物の中脳下丘、その中でも特に外側核というところを調べていたエリック・ヌッツェンと小西正和先生は、1970年代後半にですね、そこの細胞が聴覚の受容野を持っていると、空間の中のある特定の位置から来た時の音にだけ反応する細胞がある、別の細胞はここから来た音、別の細胞はここから来た音に反応するという、まあ、そういう聴覚受容野を持っているということを発見しました。しかもそれらの細胞が空間内のどこに聴覚受容野を持つかによって、この中脳下丘外側核と呼ばれているの領域の中できれいに二次元的に並んでいたんですね。つまり聴覚の空間の地図があるということなんです。で、これは非常に大きな驚きを持って当時受け止められました。1970年当時ですね、雑誌のサイエンスという雑誌では、年末にその年に発表された科学的論文の中で最も驚くべき成果というのは何であったかというのを4、5法を選んで論評するんですけれども、その中の一法に選ばれています。もう物理から天文学から医学から海洋学から、あらゆる分野の全ての論文の中でこの発見は5個のうちの1つというぐらい驚きを持って受け止められました。で、その理由はもう皆さんお分かりと思うんですけれども、例えば視覚野には視野地図というものがあると、ある細胞は視野の中のある領域から来た、刺激にしか反応しないと。しかもそれらの細胞の相対位置関係が視野の中の刺激の相対位置関係を反映しているというわけで、視野地図というのがあります。しかしこれは起源をたどってみますと、網膜に世界が眼球光学系を通して投影されていると、その二次元位置関係を保存したままで、左右上下反転はしているものの位置関係は保存したままで投影されていることに原因があるわけですね。一方、聴覚系はそういうふうにはなっていません。聴覚の内耳の中の音受容細胞というのは、どの周波数の音、どういう高さの音に反応するかということで並んではいるんですけれども、個々の細胞は音の位置というものは知りません。どこから来た音であろうとも、 500Hz に反応する細胞は 500Hz に反応し、 1kHz に反応する細胞は 1kHz に反応するというわけです。ですから聴覚の受容野と聴覚の地図は脳が作り出さなくてはいけないということを意味しています。で、この発見に先立つことですね、30年以上前に実はジェフレスという名前の神経、ごめんなさい、心理学者がですね、脳の中で音の位置はこんなふうにコードされているんではないかというモデルを出していました。これジェフレスのモデルという呼ばれているものでして、音の水平位置は音の到着タイミングで決まると。例えば音が正面にあるときには右耳を左耳を同時に到着する、右側にあるときには右耳に早く到着して、左耳には遅れて到着する。で、その後ですね、脳の中に入っていくときに、右耳からの情報と左耳からの情報を互い違いに受けるような細胞が存在していて、同時に左耳、右耳からの両方情報が到着したときにだけ反応するような同時検出器になっているという2つの仮説を、仮定を持ったんですね。遅延線があることと同時検出器があると。で、こうしますと、この同時検出器の細胞は、ある特定の音の位置にあるときだけ反応します。正面にあるときにはこの真ん中の細胞が、右にあるときにはこの左の細胞が、もっと右にあるときにはもっと左の細胞が反応するというわけで、このジェフレスのモデルは、聴覚の受容野と聴覚の地図の両方を一挙に説明するという、非常に単純だけれども、素晴らしいモデルだったわけです。ですが、30年の間、これは全く空想の物語であるというふうに考えられていたんですが、このメンフクロウの脳の中を見ますと、まさにこの神経回路がありまして、左耳からの情報が入る軸索と右耳からの情報が入る軸索が互い違いに入ってきている。で、そこに並ぶ一個一個の細胞は音の水平位置に
選択性を持っている。音の水平、特定の水平位置にだけ反応する性質を持つということが見つかりました。で、これはこれ相乗角と呼ばれている場所なんですけれども、この角が角全体として、この脳領域全体として行っている計算内容は、数学でいうところの、相互相関解析、相互クロスコリレーションを取っているということに他ならないわけです。で、ただし、先ほどお話ししましたように、聴覚系は最初の段階で音を周波数に分けてしまいます。ですから、ここの細胞はですね、ある一つの特定の周波数の音波に対してのみ、相互相関解析を行うということを行うわけです。で、サイン波の相互相関ですので、複数のピークが出てきてしまいます。で、それにまるで合致するようにですね、フクロウは、純音、要するにある一つの周波数の音しか含まないような音を聞かせますと、音の位置が分からなくなって混乱してしまいます。で、しかも先ほどの聴覚受容野細胞という細胞もですね、複数のピークを持ってしまうんですね。こんな感じ、これちょっとここにつないですけども、こういう感じでピークがたくさん出てきてしまって、本当のピークはここなんですけれども、たくさんのピークが出てきてしまう。ところが、周波数をたくさん含んでいるノイズ音を加えてやりますと、偽のピークは小さくなってしまって、本当のピークだけが残るというわけで、位相対比性と呼ばれている問題を解決しているんだというわけなんです。ただし、この解決には GABA が大事でして、GABA の抑制を解除するようなアンタゴニストを投与しますと、この偽のピークが持ち上がってきまして、音の位置を正確に伝えることができなくなってしまいます。これ実は私がこんな要望だった頃、今から30年前ですけれども、行っていた研究です。で、霊長類の脳の方に入っていきたいんですけれども、霊長類の大脳皮質の視覚野の中を見てみますと、さまざまな機能的な構造、機能構築を観察することができます。例えば、視野の再現地図があると。右目の情報と左目の情報が分けて処理されている場所がある。与えられた線分の傾きに応じて細胞が、どの傾きに応じるかによって細胞が小さなクラスターを作っていて、この図でいう白い点の周りをぐるぐる回るような構造を持っていると。もしくは、チトクローモキシダーゼと呼ばれている酵素の活性で脳の中を見ますと、一次視覚野では、これちょっとご覧になれるかどうか、小さなこの点々が見えると思うんですが、ブローブと呼ばれている構造が見えます。二次視覚野に行きますと、ストライプと、縞と呼ばれている構造が観察されます。MT 野というところに行きますと、刺激の運動方向ですね。どちら側の軸に沿って運動したかによって、神経細胞がコラム構造を作っている。から、側頭葉、物体認識に関係していると言われている側頭葉経路の一番最終段階、IT 野というところに行きますと、そこの細胞はかなり複雑な図形の特徴に対して反応して、しかもそれらの細胞がその反応する図形特徴のグループによってコラム構造を作っているというわけです。で、こういうさまざまな構造がどういう意味を持っているのかということを、これからいくつかの研究例をお話ししていきたいんですが、一番最初にですね、まず計算論的な立場からこれらの構造を考えた、研究のお話をいたします。ネルソンとバウアーという人が創設で書いているものなんですけれども、例えば視野地図であるとか、それから体制感覚の地図であるように、感覚上皮の上で隣同士のものが脳の中で隣同士になって、非常にきれいなスムースなマップを作っていると。形は歪んでいるけれども、相対位置関係は崩れていない。要するにトポロジーが同じだということですけれども、そのような構造から、もう全くそんな構造が見られないと。脳の中のある一箇所の細胞の性質は、その隣の細胞の性質とはもう全く無関係であると呼ばれているような性質まで、いろいろなタイプがある。で、その中間にあるものは、
ある細かい、ある小領域を見ると、その中には似た細胞が集まっているけれども、隣同士の、その集団同士を比較すると、その間には連続関係が見出されないという、まあ、そういういろいろなケースがあるんじゃないかというわけですね。で、一番左のケースがスムースマップ、2番目がパッチーマップ、3番目がディストリビューテッドマップというわけです。滑らかなマップ、パッチ状のマップ、分散的なマップと呼ばれているものです。このように構造がなくても、これ機能構築というわけです。機能構築って何か特定のなんか綺麗な構造がなくてはいけないということではなくて、脳の中にどうやって神経細胞が反応する情報を埋め込むかという、その様子のことを一般的に機能構築というわけで、こういうランダムなものから非常に規則的なものまで、いろいろなバラエティがあるわけです。で、スムースマップというのは、例えばヒゲの一本が刺激されたときには、脳の中のこのヒゲの一本に相当するところだけが反応して、あとはみんな休んでるわけですね。そういう意味で、計算の負荷が非常にバイアスしていると。ある一箇所に集中していると。一方、ディストリビューテッドマップの場合は、個々の細胞が、反応する刺激の領域が非常に広くて、一つの刺激を与えられたときにいろんなところで活動が起きるというわけで、計算の労働のバランスは、公平に分布しているというわけです。一方ですね、このスムースマップの場合には、このヒゲと左上の一番上のヒゲと隣のヒゲの間、ヒゲはですね、同時に刺激されることが多いわけですけれども、同時に刺激されている、どちらが刺激されたかということを分別しなくちゃいけません。方位選択性コラムですと、縦棒とちょっとだけ右に傾いた横縦棒、もしくは横に左に傾いた縦棒の間を区別するというようなことをしなくてはなりませんので、その近傍同士でコネクションを作ることが非常に大事です。神経連絡を作ることが大事です。で、これ、ローカルなので距離が短くて済むのは非常に経済的である。一方、一番右側のディストリビューティッドマップの場合には、非常に遠いところまで、遠いところに似た細胞があるかもしれない。関連する細胞があるかもしれないということで、非常に、まあ、なんていうんですかね、エネルギー的に、高い代償を払わなくてはいけないような、まあ、神経連絡を作らなくてはいけないんではないかということで、労働バランスとコネクションの、まあ、微妙なトレードオフで、脳の中というのは、領域によって作られている。違った風に作られていると。で、パッチマップっていうのは、この左側の特徴と右側の特徴の、まあ、中ぐらいの性質を持っているのではないかというふうに考えられています。で、私が発見したこの側頭葉の図形特徴コラムというのは、このパッチマップの、特徴を備えていまして、ローカルには似た細胞が集まっているんだけれども、隣同士のコラムの間の関係がどうしても見つからないと。あくまでネガティブデータですけれども、私これ2年費やしました。2年間実験やりましたけど、ついに論文になるようなデータは出てこず、まあ、隣同士のコラムの関係を知ることはできなかった。で、ただし、そういうような構造になっているだろうということを示唆するような解剖学的構造というのがありまして、それは一次視覚への細胞とは非常に異なっている。内因性の水平ジグザグと呼ばれているものがあるんですが、水平ジグザグの枝分かれの仕方が一次視覚やとはものすごい違う。から個々の細胞が他の細胞から情報を受ける樹状突起の本数や広がりの大きさが、それ以外の例えば一次視覚やなんかに比べて非常に多くなっていて、その発達の仕方も非常に異なるというような研究に発展しました。で、これは大脳皮質というのが非常に多様な領域からできているのか、それとも大脳皮質というのは共通の基本設計にのっとっていて、まあ、そのバリエーションに過ぎないのかって、まあ、非常に昔からあるダイバーシティ VS ユニバーサリティイシュー、問題と言われている論争に、まあ、一定程度のインパクトを与える研究成果であったというふうに思っています。で、さらにコラム構造、もしくは機能的構築を知る意義についてですが、脳の中で
ある細胞がある神経、視覚特徴に反応すると。例えば小松先生が発見されたテクスチャーに反応する細胞、グロスに反応する細胞、もしくは古典的によく知られています運動方向に反応する細胞というようなものがあるわけですね。ごめんなさい。というものがあるわけですけれども、それらの細胞が本当にテクスチャーやグロスや運動方向の識別に役立っているかどうかということを知ることは、科学的には別の問題なわけですね。そういう刺激に反応したということとは別に、調べなくてはならないことなわけです。で、古典的にと言いますか、過去30年、いろんな方法でそれが検証されていまして、例えばそのうちの一つは、電気刺激を与えるというものです。電気を微小局所に、もし微小を流して、それによって知覚がどういうふうに変わるかということを調べます。例えばこれ、MT 野の細胞から記録を取っている最中に、猿に、運動方向辨別をしてもらいます。例えばこれ50%のドットが右側動いてますけれども、猿はこれ容易に答えることができて、例えば10%程度でも、10%で、まあ、ヤードや55割ぐらいですかね、20%ぐらい同期していれば、まあ、7、8割の確率で答えることができます。で、そういうことをやってる最中の猿の脳の、例えば右方向に反応する細胞がたくさん集まっているコラムに電気刺激を与えますと、正答率が上がります。で、これはその心理物理曲線が上側にずれていることを示しているわけですね。でも、この実験が成立して解釈可能な結果を生み出したのは、MT 野がコラム構造を持っていたからです。もしもここが完全にディストリビューテッドで、いろいろな方向に応答する細胞がランダムに混じっていれば、刺激をしていたときには、それらの細胞が無差別に反応を高めますので、ある特定方向への運動方向知覚がエンハンスされるということは期待されなかったはずなんですね。からもう一つ、感覚反応が、神経細胞の反応が動物や人の知覚に本当に貢献しているかどうかを検証するもう一つの方法は、一つの細胞の反応を調べている最中に、と、その動物が行動、その今問題としている識別を行っている最中の間の相関を取るというものです。で、神経細胞の活動は必ずノイズが入ってきます。コーディングのプロセスにも、からこれをデコードしてディシジョンをして、猿が目玉の眼球運動で、今刺激が手前にあったよと、奥にあったよと、右に動いたよ、左に動いたよ、黄色が見えたよ、青が見えたよというようなことを答えている最中の、このデコーディングのディシジョンプロセスにもノイズが入ってきています。ですから、個々の細胞の活動は揺らいでいますし、動物も時にその判断を間違えます。特に刺激が非常に弱い時ですね。たくさん間違いを行います。で、もしも、今調べている細胞が、その意思決定過程に関係しているニューロンプールの中にある細胞であれば、この2つの関係、細胞の活動の揺らぎと動物の行動反応の揺らぎの間には相関があるはず。もしも今調べている細胞が、例えば両眼視細胞や運動方向に反応するんだけれども、動物の呼吸器知覚や運動方向判断に関係していないならば、その間には相関はないはずであると。いや、まあ、そういうロジックで過去たくさん研究がなされました。この記念碑的な研究は、ケン・ブリテンらによる、まあ、このビジュアルニューロサイエンスの論文で、私たちもこの方法を使って、側頭葉の細胞と両眼立体種の関係を調べたりしました。しかしですね、その後、10年ぐらい経ってから、本当はこういう関係を見てるんじゃないんじゃないかという提案がなされまして、これちょっと年号を書くの忘れましたけど、2010年ぐらい経ったような気がしますけれども、コラムになっているところの活動は、神経細胞同士の間に活動の相関があって、その活動と行動の間には相関が検出されやすいということを見ているんではないかという、まあそういう議論が出てきたわけなんです。で、これ、ごめんなさい、何度も。
両方が成立している可能性もありますし、ひょっとすると下だけの可能性が高いのかもしれない。もしくはコラムであることが、私たちの近くに神経細胞の活動を貢献するためには必須の条件であるのかもしれない。まだ解釈は一致してないと言いますか、結論まで至ってないんですけれども、これらのことが意味していることは、機能構築をすることが非常に重要であるということなんですね。で、ここまでサマリーしますと、機能構築の解明っていうのは、そこでおける情報処理や入出力関係や整合発達、電気刺激の効果、もしくは行動や視覚における神経細胞の活動の役割、もしくは今日お話ししませんでしたけれども、FMRI データの、解釈をする際に必須の情報を与えると。で、霊長類の大脳皮質には多様な機能構築があることがすでに分かっているけれども、実は未検討の領域であるとか、未検討の刺激特徴がたくさんある。テクスチャーなどはその典型的な例です。で、機能構築をどう解明するかということですけれども、従来の方法では、単一神経細胞活動を記録して、それによって機能構築を推定すると。で、その後1990年代になってですね、80年代後半から90年代になって、内因性信号光学計測法という方法で、神経細胞の活動に起因する、脳表での血液の酸化還元の度合いを調べることで、イメージングを行うという方法で、一次視覚野や、側頭葉の、機能構築が調べられてきました。しかし、これ、どの方法を使ってもですね、非常に模式的な結論図になってまして、例えばこの境界のところの細胞が本当に左目にしか落としなかったり、右目にしか落としないのかとかですね、境界の細胞が顔に落とするのか、顔と T 字型にジャンクションに落とすような細胞のこのコラムの境界はどうなっているのか、もしくはコラム一つの中でどのように細胞が並んでいるのかということに答えることはできなかったわけです。で、そこに出てきたのが二光子イメージングです。二光子カルシウムイメージングです。一個一個の神経細胞の活動に伴う、ごめんなさい、カルシウムの細胞濃度変化をカルシウムイオンに感受性を持った蛍光色素で可視化するという方法です。で、まず二光子冷気カルシウムイメージングのカルシウムですけれども、神経細胞の中のカルシウムの濃度というのは、そこ膜を通して出入りする、いくつかの通路と、それから細胞の内の中のカルシウムストレージからのカルシウムの放出、取り込みによって決定されます。で、特に重要なのは、電位純正カルシウムチャンネルと呼ばれているもので、私たちが細胞体での活動電位伴うシグナルを見ているときには、このチャンネルを通してカルシウムが流入していることを見ています。で、二光子冷気ですけれども、これちょっと時間がなくなってきましたので、ちょっとごく簡単にいくしかないんですが、蛍光分子というのは光子を吸収すると冷気状態になってエネルギーの状態が上がります。で、それが元に戻ると、安定した元の状態に戻るときに、先ほど得た余分のエネルギーを光のエネルギーとして放出すると、これが蛍光です。で、単光子、ある特定の蛍光物質はある特定の波長の光によって冷気されます。それよりも長い、例えば波長光の波長、冷気光の波長が2倍長いようなもので冷気することはできないんですね。それは与えるエネルギーが小さくて、この冷気状態まで持ち上がらないからなんです。ところが、2つの光子が同時に到着しますと、これが積み重なりまして冷気状態になります。で、その結果、蛍光を発することができるような状態になります。で、2個の光子が1つの蛍光分子に当たるためには、非常に高密度で、時間的にも空間的にも高密度で、光が集まっているところでのみ二光子冷気が起きますので、焦点面近傍のみにおいて蛍光が発生するということが起きます。で、これを脳の中に適用しまして、たくさんの細胞から同時に記録することが可能となります。で、そうやってこの方法をインビボの状態、生体内に適用した最初の頃の研究が、この、
バレルコーテックスと呼ばれているラットのバレルコーテックス、ヒゲの情報を伝えている細胞の活動を取ったものであるとか、今、東大にいらっしゃる大木さんが猫の視覚で記録した、方向選択性コラムの活動などの研究です。もう本当にこれらの研究を見たときは興奮したのを覚えています。で、まあ、ニコイチ顕微鏡というのはそういうわけで、細胞レベルでの解像度で機能構築や明らかにすることができて、しかも時間精度も非常に高い、非常に理想的な場合には単一活動電位ですら改造できることがあります。から何千という細胞からですね、バイアスフリーで網羅的に同時記録を行うことができます。だから今日はお話ししませんけれども、細胞の種類、興奮性細胞であるか抑制性細胞であるか、どういう受容体を持った細胞であるかといったような細胞の種類や、から投射先の異なる細胞を区別して記録解析することが可能です。で、まあ、この方法を私たちは、猿の大脳皮質に適用しました。これはほんの2週間前の領域会議でも話しておりますので、なるべく簡単に進めたいと思いますけれども、当初ですね、蛍光色素を使っ、えーと、カルシウム感受性蛍光色素を使っていました。オレゴングリーンと呼ばれているもので、脳にですね、小さな穴を開けます。これ、周りに見えているこの銀色のところは、これ、硬膜ですけれども、硬膜に1ミリ程度の穴を開けまして、もうごく小さな穴なんですけれども、そこに寒天を置いて、脳を押さえて、その上からカバーグラスを乗っけます。やっぱり脳を押さえるためですね。で、わずかに隙間がここにあります。この部分です。で、この部分から電極をそーっと入れて色素を注入します。で、オレゴングリーンで神経細胞が、サルフォローダミンでグリア細胞が標識されて、で、まあ、そのダブル標識されない細胞ですね、ダブル標識されない細胞だけ選んで神経細胞の活動を調べることができます。で、例えば、しま模様を見せるというようなことをしまして、調べると、例えばこれ、一次視覚野ですけれども、A、B、C、ほんの50ミクロンぐらいのところにはこのある3つの細胞、横棒によく、横じまによく反応しています。で、様子を調べ、反応する、最適方位をプロットしますと、きれいな方位マップがあることが分かります。しかしながらですね、よく詳しく見てみますと、例えば D の細胞っていうのは、C の細胞から細胞1個分、ほんの5ミクロン隣になる細胞ですけれども、全く違った、方位に反応していたり、もしくは E の細胞のように方位選択性がほとんどないものもあります。で、これマップしてみますと、この辺は非常によく方位に応答しているんだけれども、その方位の向きがですね、斜めからだんだん水平方向に変わっていく様子、もしくはこの辺りには、方位選択性を持たない細胞が集まっているというような微細構造が見えてきます。で、この方法を、例えば V4 やという場所に適用して、自然動画を示すというのが、ね、次のステップでした。コロコロには、CAL520 と呼ばれている色素に、が出てきまして、これ非常に強い、光学反応、蛍光反応を示しまして、こう今ご覧になったようにピカピカッと光るんですね。本当にこれ初めて見た時には、なんか腰が抜けるような思いをしたものでした。で、こういう自然刺激に応答する細胞、自然刺激を与えた時に、ある神経細胞の光学反応を、時系列を取ります。で、これと同じ反応を示すような符号化モデルと、エンコーディングモデルというものを作ります。この同じ刺激を見せて、この反応を作り出すようなモデルを、まあ、試行錯誤で作ります。で、その後に、先ほどのモデルを作るときには使わなかった別の刺激に対する反応、これ、あらかじめ神経細胞、その今問題としては神経細胞で調べているんですけれども、その反応を予測できるような反応を、このエンコーディングモデルが出すかどうかをまあ、評価することで、このエンコーディングモデルの、性質を問います。で、これが十分にいいモデルになっていた場合にはですね、この神経細胞を再び調べることなくですね、このモデルに、例えばいろいろな色、
いろいろな形、いろいろなテクスチャーといったような刺激を与えることで、この細胞の性質を推定することができるわけです。で、このモデル、例えばモーションエネルギーモデルであるとか、ポルティエ・サイモン・チェリー統計量であるというようなものをたくさん、まあ、試しまして、先週の領域会議でお話ししたようなことを、まあ、発見したんですけれども、これちょっと省略させていただきます。で、問題は、この内生信号光学計測などで調べることができる帯域の機能構築と、この二光子カルシウムイメージングで調べる、たかだか500ミクロン ×500 ミクロンぐらいの中にある数百個の細胞の活動をどうやって対応づけるかということなんですね。で、これのために私たちは広域の範囲で、内生信号光学計測を可能にするシステムを開発しまして、まあ、何百日にもわたって活動を記録できるような状況にしておくと。ただしこれガラスで蓋をしていますので、このガラスで蓋をする前に色素を打たなくちゃいけない。でも色素はほんの半日で消えてしまうというわけで、遺伝子を導入しなくてはいけないということなんです。で、これ GCAMP と呼ばれている遺伝子を、タンパク質の遺伝子を導入しました。これもちょっと詳しくお話しして、分野で以外の方に情報をお伝えしようと思ってたんですけれども、ちょっと時間足りなくなってきましたので、詳しいことはちょっと省略いたします。要点は、この光る分子に、カルシウムに感受性を持っている分子をしつけておいて、カルシウムがここにひっつくと、光る分子の傾向の量が変わると。で、このタンパク質をコードする遺伝子をウイルスに組み込んで、このウイルスを脳の中に注入して、神経細胞に取り込んでもらって、神経細胞がこのタンパク質を作り出すということ。これがまあ原理です。で、これを脳の中のこの6箇所に注入して、見た後に、単光子イメージングと。空間解像度は良くないんだけど、非常に広い領域を一挙に見ることができる方法で、イメージングを行いますと、まあ、こういう状況になってまして、方位選択性コラムが、色素を注入した、ウイルスを注入したところだけ、こうやって見えてくるわけですね。で、これ、このようにマッピングされるわけです。で、その中の一部を調べますと、二光子イメージングしますと、今、縦棒にはこ、今、斜め棒にここが反応しています。Y 字型に。横棒になりますと、先ほど反応しなかったところが反応してきます。右、左側に傾きますと、この左上と右下になります。というような、まあ、こういう反応のマップを取ることができまして、ここに、方位選択性マップというものを細胞レベルで、検出することができるわけです。ですから、ここ、最後の方のこの要点は、このワイドフィールドのカルシウムイメージングを使うなり、内因性信号の光学記録をするなりして、脳の中の広範囲の大気構造をまず調べると。で、その中の目標としている場所、方位選択性コラムのここ、これも方位選択性コラムかな、まあ、方位選択性のここというところをピンポイントで狙いまして、二光子イメージングを行う。で、ここに含まれる細胞の中の一個一個について、形の選択性や色の選択性を調べていくことができるというわけです。で、これもちろん、この単光子のイメージングした結果と、このごく一部で記録した二光子イメージングのこのマップが一致しているかどうかっていうのを検証しなくてはいけません。で、この血管の様子などを 見ながらアラインしてみますと、見事に、まあ、一致しています。で、この方法、素晴らしいところは、これ何ヶ月にもわたって実験を繰り返すことができることで、例えば、一次視覚や二次視覚や四次視覚や一匹の動物で同じ実験条件下で、バイアスフリーで比較をすると。もしくは V2 やの中で、異なったストライプの間の性質を丹念に調べるというようなことが可能になることです。で、問題はですね、この質感のあと半年しかないんですけれども、もう半年でできるだけ進めたいと思っているのは、この質感情報、ごめんなさい、テクスチャー情報が V1、V2、V4IT と、この複素経路を伝っていくというんですけれども、その経路はですね、たくさんあるわけなんです。実は、
この直通デク経路以外に、例えばインターストライプ6ストライプからインターストライプ、シンストライプから6ストライプに行って MT に行って V4 に戻ってくるという経路だって可能なわけですね。で、それを明らかにする必要があると。で、この V4 に見られるようなテクスチャ情報は一体どの経路でやってきているのか。例えば一番キーになるのは V2 だと思うんですけれども、V2 のどのストライプがテクスチャに反応するか。異なるストライプは異なるテクスチャを扱うのか。一本のストライプの中では同じテクスチャを扱っているのか。で、その中でどのようにテクスチャ情報はマッピングされているのか。隣り合うストライプの間、ちょうど中間地点での細胞はどういう性質を持っているのか。このような、ストライプのような構造が V4 にもあるのかどうか。で、さらに言えば、テクスチャだけではなくてですね、今申し上げたような全ての疑問は、両眼下の情報についても存在していまして、これ分かっていないんですね。で、こういうことを明らかにしていくことで、複足経路、配足経路の、情報の分配、神経経路の分岐の様子、その実態を解明していきたいというふうに考えています。で、これ、先週お話、お示しした、データです。これもうちょっと省略しようと思うんですけれども、初めての、テクスチャ刺激に対する反応が先々週ようやく取れ始めたという状況にあります。非常に早口になりましたけれども、今日お話ししたことは、機能構築の解明っていうのは脳研究にとって非常に重要な意義を持っていると。で、特に霊長類と大脳皮質というのは多様な機能構築を持っていますので、それを明らかにすることで、各領域における情報処理や情報の分配、神経経路の詳細を調べていくことが可能であるというふうに考えています。で、ニコチカルシウムイメージングはこれらの目標に向けて非常に有用な技術でして、この方法を用いることで、テクスチャ情報の解明を進めるスタートをようやく切ることができたと。4年間も公募範囲させていただいて、辛抱強くお待ちいただいたんですけれども、ようやく、なんかできそうですというふうに自信を持って、報告できるところまで到着しました。これが、この研究の共同研究者の人たちです。どうもご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。完全に自分がいたんですけども、すごい分かりやすくて、いろいろと勉強させていただきました。それでは、ご質疑に、移りたいと思います。質問のある方いらっしゃいましたら、このウェビナーの、挙手ボタンを押して、私までお知らせください。まずじゃあ私からちょっと一つ、あるんですけれども、はい、最後の方で経路をがどうなっているのかというような話があった、はいはい、この二項子のイメージングで経路をと同定するっていうのはどういうことなんでしょうか。ちょっとすみません。ですね、例えば今スライド見えてますよね。はい。シックストライプというこの構造ですね。はい。シックストライプというのは V2 やから MT にしか行かないことが分かってまして、 V4 には行かないんですね。ああ。ところが、もしもシックストライプの中にテクスチャに応答する細胞があったとすればですね、これは何を見せるかというと、テクスチャ情報は V4 に行くだけではなくて、MT の方にも行っているということを意味しているわけなんです。だからこういう、そういう方法を使うことで、経路、情報処理の経路を明らかにすることができるんです。あ、なるほど。そういうことなんです。だからもっと、すごい方法、直接的な方法はですね、ちょっと今日お話ししなかったんですけれども、例えば V4 やにある蛍光色素、遺伝子改変した蛍光色素を打ちまして、それが軸索に沿って V4 やに送られると。で、はい、V4 やでその軸索の活動を見ることができるんですね。で、この方法を使いますと、もしもその細胞が例えばインターストライプに色素を打ったときに出てきた軸索はテクスチャには応答しないけれども、センストライプに打ったときには反応するというようなことになりますと、何を見せるかというと、テクスチャの情報は V2、V4 行くんだけど、そのときにセンストライプをスペシフィックに V4 に至ってるんだというような結論を得ることができるわけです。もちろんそうなってるかどうか分かりませんけど、今、例え話で、そういう方法を使って、二項子顕微鏡を使うことで、本当にこの
たくさんあるサブルートの中のどれを使って情報が伝わっていってるのかを知ることができるという、そういう意味なんです。よく理解できました。ありがとうございます。ありがとうございます。あと、すみません、私もう一つ質問がありまして、2講師の結果でカラーマップみたいなのが、二重の名前名です。ちょっとこの前の方のスライドだったと思うんですけども、各細胞、そうですね、これ、こちらと、さっきの、これですかね。この次か、30枚目、これが二講師の結果というふうにこおっれ、し実行式の結果です。ゃる。これって、こう画像を拝見すると、一つ一つの細胞が大き、まあ、あの、ある、なんて言いますか、ブロブと言いますか、基点となって光っているのが細胞だというふうに理解したんですけども、この後ろ側にある、ブラッとしている部分もカラーコードされているんですが、これは焦点面ではなくて、奥側とか手前側の細胞が、そういう選択的に光っているという、そういう。それはとてもいい質問していただきました。これ実はですね、この遺伝子コードをしたイメージングをしますと、これ細胞の中でタンパク質を非常に高濃度で作りますので、その細胞の軸索や樹状突起にまでこの色素が入っていってるんですね。その結果、神経細胞の周りのこの細胞がないところ、これニューロピルっていうんですけれども、ここたくさん、軸索や樹状突起の光学断面が見えているところなんですけれども、そこのカルシウムシグナルも記録されるんです。ですから、この細胞の周りにもう光ってるんですね。で、それの細胞の数、驚いたことに、その細胞の周りにあるものも、その細胞と似たような、だけどちょっとやっぱりより多様な情報を伝えているようなシグナルがこの周りにも取れます。ただこれ、ベクター平均という方法を使って、このいろいろなオリエンテーションに対する反応の強さのベクターサム、ベクトルの合計はでの向いてる方向で色つけてますので、なんか綺麗に色が分かれちゃってるんですけども、そういうことなんです。なるほど、理解しました。なるほど。といこうことれは、だけちょっと、先ほど質問でお答えいただいた、その軸索を見るみたいなことは、そういうことをして見れるかもしれないという、そういう、何を見る？さっき軸索、V2 から V4 そだっていう。うなんです。で、それは、このすぐそばではなくて、この領域から2ミリも5ミリも、場合によっては1センチも離れたようなところまで、この1個、個々の細胞が軸索を伸ばしてるわけですね。その軸索の活動を見ることができるんです。わかりました。ありがとうございます。それもぜひやりたいと思ってるところなんです。なるほど。じゃあ、小枝さん、質問があるようなので、少々お待ちください。はい、どうぞ、小枝さん。聞小こえ枝なさん。い。もしもし聞こえますか？聞こえました。はい。小枝です。素晴らしいスライドで、なんかこれもしも利用させていただけたら、いろんな教科書的に使わせていただきたいと思うぐらいで分かりやすかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。質問なんですけど、長い間計測できるということなんで、地殻学習というか、時間とともに変動する細胞の特性とあってもいいと思うわけですが、そういう体験はされましたか？特にテクスチャーに関わって。それは僕たち自身は今のところはやってないんですよ。全然何もやってなくて、それ特に動物は覚醒でやりたいですよね。そうですね。覚醒動物でで違も。う学習させては麻酔かけてやると、そういう方法もあり得るかもしれないんですけど、もう技術的には可能だと思います。この、遺伝子改変のこのカルシウムインディケーターを使う場合ですね、2ヶ月くらいは記録取れると。人によっては6ヶ月とか言ってますので、その間に地殻学習どんどん進めていくってこと、進めさせて、で、しかもこれ、同じ記録場所に戻ってくることができるわけです。で、しかも一個一個の細胞を場合によっては同定できるということはできますので、個々の細胞の性質が地殻学習によってどう変化したかということを追いかけることは十分に可能であると。で、確かこの間の APCV の時にニコラス・プリーブがなんかそんなようなことを言ってたような気がするんですよね。
なんか言ってましたよね。はい。彼、マーモセットで、覚醒で、MT やなんだけど、毎日、ほんの2時間ぐらいしか実験できないんだけど、毎日連れてくることができて、前の日に記録した細胞がどれであるかということを、同定することができるので、地殻学習なんかの研究に使えるはずであるというわけなんですね。特に2つの質問の背景があって、1つはこう視覚刺激が非常に多様だと、回せる視覚刺激の数っていうのは限定的ですね、すると何日間もかけて、記録するというのを、混ぜちゃうわけですけど、それでどんだけいいのかというクレームという視点と、あと積極的な視点で言うと、テクスチャーとかこういう情報は、どんどん最適にチューンが変わっていってもいいんじゃないのかという。特にこれ見たことないテクスチャーをざんざん見せるわけですよね。そういう2つの視点で質問しました。そうですね。その視点もありますし、もっと実際的な問題として、これ例えば前回お見せしたこれ128個の刺激を見せてる時の神経細胞の活動を記録したんですけれども、残念なことにですね、反応はいまいちだったんですよ。もっとボコボコ出ると思ってたんですけど、そうでもなかった。やっぱりこれ刺激の数128個、64個、あとの64個はコントロールしているという状況では、テクスチャーの豊富さを十分カバーできてないと。少なくともこの10倍は調べなくちゃいけないんじゃないかなというふうに思っていまして、600の刺激1回で回せきれなかったら、複数の日にちに分けて、記録しなくちゃいけないと。でもそれをやることが可能であるという意味で、僕は積極的に捉えています、この技術については。もう本当その通りで、市民単位がもうなんか9000個とか1万個とか刺激回してるのを見ると、テクスチャーも超多次元なので、100とかではもうとてもその多次元空間を埋め尽くせないのかなというそうです印象でね。す。ただね、今度9000とか1万とかっていう場合は、刺激の間隔をどんどん短くしていってるんですね。刺激の平時時間も短いし、それから刺激と刺激の間の間隔も短いと。で、カルシウム活動ってやっぱりこうやって後ろの方に尾を引きますので、それはね、解釈に非常に問題が出てくる可能性もあって、僕ら今ちょっといろいろその辺検討しています。ありがとうございます。確かにそうですね。テクスチャーはゆっくり反応する可能性は十分考えられますよね。ありがとうございました。どうもありがとうございます。それでは他にご質問があるようではなかったので、これで、お時間も来ましたので、これで、本日のウェビナーを終了したいと思います。藤田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。